おはようございます。今日はですね、今盛り上がってるデジタルアートのお話をしたいと思います。ポポクリスティーズで11日にオークションがあったんですけれども、ピープルというデジタルアーティストが、e e v First Five Thousand Days という作品が落札されました。うん、この落札価格が69ミリオン、約75億円で成立しました。おーまいっか これはですね、現在生存するアーティストの中では、かなり高額のところに入ってまして、みんなびっくりしてるところですね。ぽぽこれは NFT アートと呼ばれていて、<え>デジタルのブロックチェーン技術を使った唯一無二のデジタルコンテンツになります。ねえー。でもこれってどんなことがデジタルアートになるっていいことなの売買が軽くできるとかですね、データなんでいろんなところに持ってるとか。いらねえ。YouTube で見ればよくないコレクターっていうのはそのものを持ちたいんです。オナリザだって本物はフランスに行かないと見えないし、オリジナルを持つっていうことが意味があって。持ってこそこそ笑っちゃうんだよ。いらねえ。これ本当買うやついたいや、それがで いいいっぱいいるんですクリスティーズのうちうちの話だと、このオークションに25億円以上のビットをかけられる新しい投資家っていうのが3000人以上現れたっ、oh、<my> これはですね、いろんな作品が出ていて、例えばイーロン・マスクのパートナー、グリムズのアートが6億円で売れたりとかですね、ジャック・ドーシーの最初のツイートが2億5000万円で売れていたりですね。俺のツイートも売りて あとは NBA、バスケットボールですね。こちらの団体のハイライトの映像が短編になった映像になっているんですけど、こちらも売り出されていて。買ってる人いる再販してですね、この数ヶ月で数十億円稼いだっていうような投資家なんかも出てきてます。パパうさんくさい感じするな。バブルで根がつり上がってるマネーゲームじゃないんですか単純にそうは言えなくてですね、インターネットが出てきたとか、AI が出てきたっていうように、ブロックチェーンが出てきたっていうことは、イノベーションだっていうことも言えると思います。これリスクなしピープルのアートもそうなんですけれども、ピカチュウとかマリオとかですね、IP を勝手に使っている、あるいは自分の解釈でいろんな形でやっ っているっていうところもあるのでそういったところは今後課題になってくると思いますねこれニンテンドーゼリー怒るよねこれはダメでしょう見たら怒るでしょうねウェこれ,これ友達がなんか買ってるってビットコイン長者みたいな人たちとかはアセットとして集めているところがあって例えば僕の友達でスティーブ青木の作品を買ったとかっていうのを聞いたりしてます 中に見ててて分かかって買っ買るのかいやあんまりね何かって分かってないみたいですねやっぱりアセットとして買ってる側面の方がまだまだ多いと思います Ray も買ってるでしょ私はビジネスとしてやりたいと思ってますね値段釣り上げてる側でしょそういうことはしちゃいけません <laughs> <laughs> ポポ 今日はラッパーの JG が Twitter の共同創業者ではジャック同士のスクエアの経営陣に入っちゃったっていう話です。よいよ。チェケラッチョなニュースですね。例えばサザンの桑田圭介が p イペ p の役員になってコンテンツを売り出していきますみたいなそういう話になるわけですね。ポポこれは JG が代表を務めているタイダルという音楽配信サイトがあるんですけども、こちらをスクエアが300億円ぐらいで買収した。それに伴ってスクエアの取締役にもなるんでジャック同士は皆さんご存知の通り、Twitter とかスクエアをまあ創業した有名な経営者ですね。で JG はアメリカのヒップポップ業界を代表するラッパーでビリオネアとしても有名です。パート ドナーがビヨンセとしても知られていますでもともとですね JG はニューヨークで麻薬の売人だったんですけれどもこういった背景の人がジョ,ジョ企業の役員まで上り詰めるっていうのはものすごいアメリカンドリームだと思いますねパパ,パ,パでもこれってあんまり日本人の人からするとちょっと分かりづらいかなこれはですね音楽業界が変革期にある音楽業界っていうのは作詞者れてる業界っていうふうにアーティストの中では言われています<ー>というのは自分の取リ分が20%で音楽業界が80%持っていくんですよ、ね、<い>アーティスト側が8割で,でむしろ手数料が20%であるべきじゃないかでそれを公開大胆に覆そうというのがアーティスト側が8割で の2人の目論みになります。ポーポー音楽業界のこの作者を戦うぞ、このパートナーとしてこうスクエアというものが出てきた。これどういうことなんでしょうか？スクエアはですね。もともと小さい業界を革新していってます。小さいお店が誰でもカード決済できて、安価に商売できるようにしているし、そこから小さいお店がオンラインでビジネスできるようにサポートずっとしてきてるわけですね。で、これからデジタルコンテンツを売る時代です。アーティストなんかが自分のファンに直接デジタルで売っていけるっていう。そういう時代になってきてるっていうのが根源的な考え方であります。ます面白いね。jj が入ったインパクトってこれ？スクエア側からするとどんなもんなのかな？ スキャからするとダイバーシティの観点でも黒人の人が入ったっていうところはいい意味でよく捉えられてる。 JG っていうのはビジネスで成功しているので、先ほどの8割、2割の構造を一番最初に転換させてたのが JG です。で、それによってからビリオネアになって、音楽ビジネスだけじゃなくてファッション、うん、それからあのスポーツ、イベントマネジメント、シャンパンブランドとか、まあ、いろいろやってるわけですね。なので、彼自身は彼だけじゃなくて、業界全体が潤う,うような形に変えていきたいっていうとても強く信念として持ってます。レイずっとプラットフォーム側にいた人物だということを俺は知っているよ。あなた、はどっちの味方なんですか私はアーティストとクリエイターの味方です。 今日はですね、LVMH のティファニー買収で何が変わっていくかって、そういうお話ししたいと思います。モエヘネシー・ルイ・ビトン。ポポ LVMH というと高級ブランドの世界最大手ですけれども、ティファニーを買収しました。ティファニーはオードリー・ヒップバーのですね、ティファニーを朝食をとか、ノスタルジックなイメージがあると思うんですけれども、これがどんどん新しい世代にアピールできる、そういうブランド雑誌みたいなことがこれから起こっていくと思います。うーん うん、ブランドを変えるキーマン LVMH のアルの会長の息子のアレクサンドルアルの推しになっていきます彼が非常に優秀ですね今回プロダクト広報のトップとして就任していますこれ知ってる ?28 歳だよンスンス <laughs> ポーポーアレックスはですね KKR とかマッキンゼーなんかでビジネスを積んでいますそもそもティファニーを買収する前にですねアレックスはリモアの買収を担当しましたビジネスパーソンの憧れのスーツケース高いよ持ってんのいやこれねあのリモアのスーツケースで出張すると盗まれるって有名なんでそういう理由で買ってませんそこ強調しなくていいよ <laughs> パパ今回のそのティファニーを変革させていくっていうのはこのリモアの変革の成功これを見るのは欠かせないです、うん、で元々リモアっていうのは頑丈で壊れない品質重視の旅行カバンだったわけですねでドイツの田舎で作ってる職人商品これをですねハイブランドに仕上げたっていうのがこのアレックスの実績になります<ー>例えばニューヨークとか銀座の目抜き通りに大型店舗をやるとかあとファッションアイテムですね携帯ケースとかクラッチとかそういう新商品開発めちゃくちゃ当ててますねへ当たってるんだこれポポでさらに言うとコラボが上手でフェンディとスプリームオフワイトディオールとかコラボ商品なんかを どどんどん出してますあとは色使いとかですね中国人に浮きそうなそういった商品というのはいっぱいあって。確かに 今回テティィファニーーーーにももいいろんんんんんなななな取締役かかかが行きまますすすしジュエリー業界の大御所とかでででねコスメマーケティングで有名な人なんかもチームでどんどん入っていってて全然違うものになっちゃう。例えば、ティファニーとルイ・ヴィトンのコラボみたいなのも出てくるでしょうし、ストリート感のあるスプリームとかオフ・ホワイトのコラボ、あるいは商品カテゴリーを広げて、例えば、あのナイキのエア・ジョーダンにティファニーの宝石が合わさったものとか、いあるいはそのキャラクター、例えばスヌイ・ピートのコラボとか、そんなものも出てくるんじゃないですかね。ティファニー変わっちゃったんだ。いや、まだ変わってないです。<ん>こ,れこれから、ね、ポで、アルノー家はイーロン・マスクとかですね、あるいはそのジェフ・ベソズに続いての世界の 第3位の,あの富豪にもランクインされていますし実はその兄弟全員あの入ってます<ー>お兄さんは、えー、ベルルッティっていうハーブランドの CEO やってますしお姉さんは LBMH ボードメンバーで弟は高級時計タグホイヤの CEO とか<ー>カレーマル一族なんですねさっきからアレックスとか言ってますけどなんかやたら親しげですねあのたまたまアルノ家の幼なじみが近所の友達がいましてでそのすごく親しみやすいファミラーだっていうふうに聞いてますね親しみやすくないしどんだけセレブなのよポポ 今日はですね、アメリカの超人気 YouTuberMr.Beast、うん、ーーのですね Mr.BeastBurger ーーの話をしたいと思いますおもしろそうポンポンオープニングの時にですね 30km の長蛇の列ができる東京から成田まで車がぎしっ並んでいますマジかよ3 0キロ。この YouTuberMr.Beast ーーなんですけれどもメインチャンネルで5500万人のフォロワーがいます例えば10万まで数えるとかですねすお店のものを全部買ってみたとか <laughs> そういうバラエティーコンテンツをしていてですねそれ以外にもゲーム配信とかよくお金を配ったりすることで知られていますおおまいガン この日もすごいよそうなんですってこのオープニングの日に来店すると全員100ドル札をばらまくということをしてですねそれで地元警察なんかでも問題になって1日で閉店してしまいました。これ閉店すお前お前でしょ ポポでその閉店した後なんですけれどもアプリでですね斬新な登場してます店舗<ー>を持たないんだけれどもデリバリーだけでゴーストキッチンで300か所いきなり立ち上げからやっています <laughs> 300ハンバーガーアプリでナンバーワンの地位を築いてですね店舗数でもカリフォルニアでは大人気のバーガーショップインアウトバーガーと同じぐらいの規模でジャンプスタートしました、うんえー、マジかよこれレイ何頼んだのこれいやこれねとても美味しくてで価格も普通で7ドルとか8ドルぐらいですね結構リーズナブルと思いますよポポで本人コアのビーストスタイルが看板メニューなん ですけれども僕の一押しはですね、うん、フライドポテトが真ん中に挟まっているクリスタイルジャンクだおいしそうに見えないなこれうまいですよー でもね、300か所もね、一気にバーガー立ち上げるとかってすごい難しいんじゃないの実はですね、裏にしっかりしたビジネスマンがいるんですね。<ー>ハリウッド映画をテーマにしたレストラン、プラネット・ハリウッドの創業者のロバート・イールが、昨年設立した会社がオペレーションやってます。で、このプラネット・ハリウッド、90年代に偽風呂したカジュアルレストランなんですけども、今でもニューヨーク・ベガス、ロンドン、パリなんかにもあります。で、この会社はですね、<ー>ミスター・ビースト以外にもゴースト・キッチン方式でマライア・キャリーのクッキー屋とか、ラッパーの大我のチキンナゲット屋なんかもやってます。ただ、さ束ばらまいてたわけじゃねえのか。い ビジネスモデルでハリウッドとシリコンバレーの究極の組み合わせだと思いますねポポコロナで空いているイタリアンとかチャイニーズレストランの厨房を活用していますしデリバリーはシリコンバレー生まれのドアダッシュ、うん、ウーバーイッツポストミストとかのデリバリーアプリのネットワークを使っていますなのでゴーストレストランデリバリーアプリの究極の組み合わせをバーチャルでビジネス上上手に仕上げてるそういう風に言えるんじゃないでしょうかいやまだオープン会2回しか食べてないです ポーポー今日はメガネ業界をおしゃれにイノベートしている DTC ブランドフェアアイウェアに注目しています。<ス> ボーボー今、アメリカのフェイスブックのアプリなんかを開くとですね、この広告がいっぱい出てくるんですね。<ー>これはまさにこの中に推星のごとく登場した、店、ま、舗、あのない超人気の D2C ブランドなんですよ。D2C 来たで、メガネのトップフレームを次々に取り替えられる個性的なレインボーカラー、ヒョウ柄とか、<ー>ファッション気分で選べるメガネ。お高い,いね、結構。お高いんでしょいや、結構リーズナブルです。メガネのベースのフレームが5、60ドルで、付け替え部分のトップフレームが25ドルぐらいですね。<ー>おしゃれなのに結構安いです。日本で言うと、ジーンズの進化版みたいな感じですかね。目<ー>が届くぜ。ボーボーこれ 創業者って誰なのスタンフォード大学で学生時代に知り合ったソフィアとナーさんが創業した会社です 2>,、えー、2人と話をしたんですけれども、うん、子どもの頃からですねガネかけていてお宅扱いされてきたのがすごく嫌だったみたいですで特にアメリカだとメガネって眼科で処方してもらうんですね医療機器みたいなものなんです、うん、要はメガネをかけていると病院に通っているなとみたいに思われちゃうんですよねもう昔のもうビル・ゲイツ的な,、はい、的なそこで子どもが楽しめるコンセプトを作ろうっていうので起業したのがこの会社です、うん、で一方で、えー、コロナ銘柄のガネではあるんですけれどもテクノロジー 企業の考え方ををししててビジネスをしているそれが特徴ですあ<ー><ー>ただのおしゃれメガネ D2C ではない、うん、例えばマーケティングがショーサル中心で Facebook とか Instagram なんかを多用しています裏では徹底したサプライチェーンマネジメントをテクノロジーを使って構築していますねそうなんだ事実上のメガネのサブスクリプション的なモデルを発明したとも言えるでしょう今今時時だね今時 またコラボが上手でアメリカ人に人気のセサミンストリートとか、うん、マーベルハリー・ポッター n p a なんかのコラボもいっぱい出してますレイ、うん、俺ハリー・ポッターモデル買ったらハリー・ポッターなりポッポッしコロナの一瞬だけのブームなんじゃないのレイいやで、えー、みんな体感してると思いますけれどもおしゃれを楽しむ場ってすごく減っちゃってるんですよねでも可愛く写りたい特に,に、うん、フェイシャルコスメなんかの重要性も上がっていて理屈はそれと同じだと思います、うん、特にアメリカなんかだとまだまだ学校もオンラインです子供は化粧もできないので、うん、余計いろいろ柄が欲しくなっちゃうんですよね、うん、なんでメガネのサースみたいなモデルは今後も続くんじゃないですか、うん レイもいつもおしゃれなメガネをしてますけどそれペアアイウェアなんですか私はいつもだいたいメガネはオンデイズですそこ意外と普通なのねポポ今日はイパオですイパオ来た ポポこれはですねオンラインゲーム上で一緒に遊んでくれる相手を見つけてくれるサービスですねいわばゲーム版のデータアプリティンダーみたいなもんですへえ<ー>ティンダーの親会社とかすごい時価総額になってるよね米国だとティンダーの親会社の時価総額は4兆円を超えていて例えば今年の2月に女性の使いやすいデータアプリのバンボーも上場したんですけどもこちらも8,000億円に達していますね、うん、そうだったわリ、うん、ーパルはもともと egirls.gg として始まって可愛い女の子とかが一緒にゲームやってくれてわーとか上手とか言ってくれるそんなサービスを提供していましたおおゲーム女子がチヤホヤしてくれんだそうなんです ゲームが上手な女の子って今モテるんですよね、えー、日本だと本ンダ翼とかゴトマきなんかがいい例だと思いますパパこれ女性ばっかりなの男性も女性もいるんですけれどもみんな写真に工夫していて、うん、あの Uber みたいに点数がついててレビューなんかもされていますねみんなゲームが上手で <laughs> リーグオブレジェントとかあのそういう本格的なゲームを一緒に遊んでくれるっていうのが特徴ですねで一方で動物の森みたいにゆるい感じのゲームを一緒に遊んでくれたりすると思いますで多くは1時間1000円ぐらいコーチの場合は5000円ぐらいですかね ポーポー遊んでくれる時間とか書いてあるよレイこれそうですね <laughs> ただ現時点ではやっぱアングラ感が否めないですよねシリコンバレーにも資金調達に来たんですけれどもあ,<ー>あの今のところ投資が成立したっていう話は僕は聞いてないですねレイも投資しなかったのこれいろんな相談を受けたんですけれどもちょっと荷の足を踏んじゃいますね ポポなんかデートのアプリではさ、今コロナですごいユーザーが伸びてるんだよね。一方、出会い系というのは、マネーロンダリングとか、取り扱いが難しかったりもするので、うん、まだまだアングラ感抜けないんですけれども、こちらもお化けするか、うん、アングラのままで終わってしまうのか、注目しています。なるほどレイイ暴露しよう俺たちこの前 <laughs> フォートナイトナで 今日はリビアンです。リビアンポーポリビアンっていうのは EV トラックとか SUV を使っているスタートアップですね。いわばテスラのトラック版ですね。テスラのトラック版でも最近よく聞くよね、名前ね。めっちゃ聞く。リビアンすごいですよ。アマゾンが出資をしてデリバリートラックとしてすでに10万台発注してますね。で、報道によればリビアンは今流行りのスパックで50ビリオン、うん、約5兆円での上場を準備してます。5兆円かよオーマイアメイジン g ポポアマゾンは現在6万台ぐらいのトラックを全面に走らせているんですけれどもこれから10万台の EV トラックっていうのを発注させるわけですねでこの10万台っていう数のインパクトは黒猫マトとか佐賀急便の持っているトラックの台数よりも多いそれが全部 EV になって街中をぐるぐる回るっていうのはすごいことですよねすげえこの CEO もさ若手の CEO でめちゃめちゃキレるんだよポポントラックもかっこいいし、うん、コンシューマー向けにやってる R1T とか R1S ってモデルあるんですけどこれもすごいかっこいいですねテスラのサイバートラックなんかよりは全然かっこいい欲しい なんか色もおしゃれだね。すごいセンスがある。車を作ってますね。 このトラックで1回のチャージで150マイルぐらいを走るって言われていて、充電ステーションもですね、アマゾンがすでに数千箇所設置したっていうふうにも聞いています。数千箇所とガチ感あるな。私はテスラに続くモンスター企業になると思ってますね。3月の下旬にトヨタと日野イ鈴が EV のトラック作るためにタッグ組んだって話はあったよね。でもこれさ、リビアの方が全然先行ってんじゃないもう日本勢はファービハインですよ、ファービハイン。ファー。レイ、これ、リビアンのトラックはどこで作ってんのこれはもともとミシガンにある三菱自動車の工場で生産を開始するっていうふうに報道されていて、えー、順調に生産進んでるみたいですね。 うん、そんなこともあってかなり高い確率で上場するんじゃないかなって私は見てます俺スクープ情報をゲットした <laughs> ウェイこれウィビ,ビアンに こっっっっそり投資ししたたらしいなえ、本当ちょっとどうやってチャンスんじゃったわけニューヨークのプライベートエクビティ業界にいる友達が投資するタイミングで僕も投資を一緒にしてみましたねリスクを取るベンチャーキャピタル業界だけじゃなくて成長を助けるプライベートエクビティ業界がお金を入れるそれぐらい成熟してきたんだなと思って私も投資してオンボードになってみましたな,なってみましたって普通そんな簡単になれないしウェイそういう時は俺にも声かけてよニュースピックスやめる時にはやめるかいポポ 今日のトピック教えて。今日はね、僕じゃないんですよ。なおがどうしてもみんなに紹介したいっていうスタートアップがあって。Yes, I do. 今日はね、<laughs> 世界で一番幸せなお墓を作ってるスタートアップ。なんか面白いね。<laughs> ポンポン会社の名前ね、これ。Better Place Forest。Better Place Forest。<laughs> これはですね、石のお墓の代わりに超綺麗な森の中に生えてる木を選んで、それを自分のお墓に見立てて、 埋葬しててくれるっていうスタートアップ新しいお墓ビジネスってことですね。これアメリカで1.5兆円デスビジネスをディスラフトするって言われてる、今急成長中のスタートアップです。<お>50億円以上調達してるみたいだね。そう、これは有力なサンフランシスコの VC からも金が入ってて。うん、えー、じゃあ NPO じゃなくて、フォープロフィットのスタートアップってことですかおっしゃる通り。すでにアメリカでもう1000本以上木を売っていて、森も7個持っていると。で、お墓を増やすんじゃなくて、森を増やして金も増やすという。ポンポン。位配を肥料と一緒にコネコネして、木の下にこう差し込んでくれるのよ。 だから、うんうん、木がちゃんと死んだ絵を吸って、おー、こうちゃん、この木になったかっていう理屈をちゃんと用意してくれてるところが、僕はミソだと思ってる。なんか、ナウシカとかね、トトロの世界だね。うん、ストーリーがいいね。ポポどんな料金設定になってるんですかすごく簡単に言うと、でかい木は高い、ひょろい木は安い。わかりやすい。メニューの大きさだね。<laughs> 木の直径の50センチまでは、30万で、あの、埋葬できるんだけど、お一人様オンリーと。で、巨木を選ぶと、 すげえな。100万200万っていくんですよ。でもなんか大きい木の下の方がね、安心できそうな感じだけど、ね、<laughs> そうでしょ、そうでしょ。それが奴らの思うツボ。<laughs> さらに、ペットいますか一匹犬がいます。一匹様、3万円のご追加で埋葬を受けたまっております。勝手に殺さないでください。 ポーポーこれ、後から自分の木がいきなり伐採されないかっていう、ね。そうだよ。あとさ、<う>落雷でさ、吹っ飛んだりとか、ね、カルフォルニア火事も多いしね。虫に食べられちゃったりとかさ。虫はね、ありえます。ただし、少なくとも森ビルにはならない。ちゃんと開発権を第三者に信託して、その安易に森が買収されて、ビルとかにならないような仕組みをちゃんと整えてる。なので、うん、皆さんも安心して死んだ後、森の一部になることが。 できます逆に開発されなくなるから森は守られるんだねそうやってねいい話でしょ反動したでしょ、まあ、まあね <laughs> レイここに眠りたいだろ <laughs> いや僕は東京の都人型の若の方が好きだなロマンねえなーポッポ今日はトップスっていう会社ですねこれはアメリカでいうそのグリコとかカルビー的存在の会社なんですけれどもこちらの駄菓子屋さんがバックで上場です駄菓子大好き猫、うん、もシャクシュもスパックだよポッポ バババブルガムのバズーカバブルルガガムムのズカとかですねあと指輪型のアのリングポップうん、うん、なんかあの日本でジュエルリングとか昔あったりひどい色のバブルガムとかアイドルのアメリカ版ので創業はもともと1938年ですね。うんうん、でお菓子の競争がどんどん激しくなる中で野球とかサッカーとか有名選手のトレーディングカードなんかをお菓子につけて販売するようになりました。トレカ でこの会社売り上げ35%いまだにお菓子なんですよでもベースモルカーの方がどんどん知られていて、えー、今なんかの売り上げが600億円で去年なんかもうまだ23%ビックリマンチョコとかねビックリマンシールド買ってたけどそう集めてたでしょアメリカってもっとその市場が大きいんでしょ例えばミッキーマントルとか昔から野球選手のトレーディングカードとか今で3億円とかそういう感覚でくるってかけてますいらないけどね私は <laughs> でなんでこれ上場するんだいやこの企業ですね 今すすごく伸びていていやっぱり NFT とかですねブロックチェーン技術で作られたユニークないろんなトレーディングカードとか出てきてますけれどもこの会社もちゃんとその IP をアプリなんかにしてスター・ウォーズとかマーベルとか最近だとゴジラの NFT なんかをやってますし結構デジタルに売り上げもきちんと作っていってる会社なんですよね。お菓子屋からデジタルアイテムのトレーディングに手を染めてるのか トランジションしてるのがマイケル・アイズナーというあの刑事なんですね。もともとディズニーの CEO で,で彼自身が投資会社と一緒に2007年にこの会社を買収しましたその当時の金額で400億ぐらいですね、えー、で彼がこの会社が昔のディズニーを見てるようだっていうふうに言っていてでここからですねディズニー並みにでかくなるんじゃないかっていうふうにみんなが思ってるっていうところですね。えー いや彼がディズニーに入った時って1984年のずっと昔なんですねでその時ってディズニーで潰れるって言われてたんですまだ売り上げが1億ぐらいで損失も出てたんですね、えー、特にあのディズニーワールドとかの建築費が重くなってどんどん赤字が膨れてってもこのままじゃなくなっちゃうっていう時にマイケル・アイズナーが入ってきて次のディズニーの黄金時代を築いたそういう経営者なんですね。えー ポポディズニーの中高の祖がまたでっかくスパックして一花咲かせるってことなのかなでそこに駄菓子屋に注目したっていうのが面白いですよね、うん、レイこれいつ上場するの上場は来月とか再来月には上場するんじゃないかなっていうふうに思われますレイはさこういうエンタメ好きだからもちろんこういうトレーディングカードとか集めてるよね集めるのは好きなんだけれども、まあ、集め終わった後にすぐ捨てちゃうんですよねトップスに失礼だろポポ 今日のトピック教えて。今日はね、なおに教えてもらうんだ。今日はですね、誰も見えない、誰も知らなかった一兆円市場を掘り起こした話。ズバリ、アメリカの黒人女性のカツラの話です。ポポ。女性なんだね。その通りです。今日紹介するスタートアップ、メイヴェンっていう会社は、アメリカに住む黒人女性、彼女たちがつける。大量のカツラに、実は一兆円の巨大なビジネスチャンスがあることを見抜いて。カツラビジネスを始めた創業者です。アメリカの黒人でしって、長い髪の人、ストレートの人が多いの見るかもしれないけど、あれ実はみんなウィックなんだよね。昔留学生が家に泊まってたことがあって。おお 女の子で高校生で1時間ぐらいストレートにするのに毎朝時間かけてたねこれ今までみんなアメリカ社会は既読スルーしてたらしいんですよもう関係ないとよく知らんとでも実はショッピングモールとかで売っているいろんな値段のいろんなカツラを割とブラックボックスな玄関もいくらか分かんないのに結構買うのが当たり前だったコンプレックスビジネスってあくどいからねいいねで買っちゃうよこれを中国とかアジアから持ってきた極上のちゃんと尋問のカツラをクリアな値段でどんな人にも買えるようなプラットフォームを作りましたみそはアメリカ中にあるヘアサロン このスタイリストの人たちが自分のお客さんに、この名分のカツラだったら、ウィークだったら安心してハイクオリティのものが使えるよってことで、このプラットフォームを一緒に作ることで、安く、高クオリティな、ハイクオリティな、えっと、かつらをですね、アメリカ中の女性が気軽に使えるようになったことで、今、すごく伸びてます。40億円以上資金調達してますね。 今まで見えなかったところのビジネスがどれだけ大きかったかってことを表してるよねおっしゃる通りでアメリカって2060年までには白人の人口比率が40%を切っていくつまりラテン系とか黒人とかマイノリティって言われてる人たちが逆にメジャーになるんですよなんで彼らのニーズを救うってことがでっかいビジネストレンドになっていてメイブンはその波にウィーンと乗っているということになります、うん、メイキャップとかもそうだよね インフルエンサーのカイリー・ジェナーとかがやってるブランドとかフェンティとかニ、ね、エナがやってるブランドとかそうだよね。フェンティなんか特にすごく売って2017年にできた会社なんだけれども今50種類の色のファンデーションを展開してて一番初めに売れたのが<ー>色の濃いダークなファンデーションこれが一気に店から消えたっていうんだよね。 ポ黒人っていうとねどうしても音楽とかスポーツとか、まあ、マイケル・ジョーダンとかやっぱヒップホップスターの JG とかそういうのが有名だけれどもちゃんとビジネスで活躍してる人もいっぱいいてベビィ・トンのデザイナーもバージルアブローだしやっぱりどん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 メインクラスで活躍する人増えてるよねポッポこれ僕はまだふさふさなんですけど鳩山一族とかはどうなんでしょうこのウィックビジネスとかいやそうそうえっはいポッ <laughs> ポトゥ e n Did y o は enjoy?、It? Maybe enable stylists to sell hair extensions directly to their clients without the upfront costs and the burdens of holding inventory. They have been growing so fast since the establishment in 2012 and raised about 40 million. Thank you for watching!